まして、こんにちは、秋野香織です。今週は区内で活動しているサークルをご紹介します。それでは早速レポートをお聞きください。皆さんこんにちは、リポーターの大河内貴子です。私は今築地社会教育会館に来ています。さて、区内の社会教育会館では毎日さまざまなサークルが活動しています。今回はこちらのサークルをご紹介します。皆さんこんにちは。私たちは詩吟サークル一声会です。まずは一吟お聞きください。富士山。それでは詩吟サークル一声会代表の田中玲子さんにお話を伺います。先ほどは富士山本当に素敵でした。今日人数があまり多くないようにお見受けしたんですけれども、それでも本当に声量が大きくて。そんなことはないんですけれども、今日はちょっと雨が降ってましたのでね、年配の方が多くって、転んだりなんかしても困りますので、雨の日、風の日、暑い日、寒い日はお稽古休みしていいですからね。怪我されると困っちゃうのでね、お家の方も心配されると思いますので、お天気が良くてもうご都合のついた時だけ来てくださいというふうにお話ししてます。ですから今日ちょっと少なかったですけども、みんな頑張ったと思います。こちらは、設立されてどれぐらいのサークルなんでしょうか。今年62年目になりますね。かなりサークルの中では古株ですよね。そうですね、古いと思いますね。立ち上げは田中さんですか。いえいえ、私よりも大先輩のもうね、もう亡くなられてしまった先生ですけども、その先生の時から私はお稽古させていただいてます。田中さんは何代目でいらっしゃるんですか。初代の先生から3人目、3代になるんでしょうかね。3代目の代表されてるんですね。はい、普段のお稽古はどんな感じでされてるんですか。私たち銀道館流をやっておりますので、開始から始めまして、それから1人ずつ来た順番に、1人ずつ2回ずつやっていただきます。1回歌っていただいて悪いところ直して、それでもう一度歌って
って直していただいてっていう形で。活動の頻度としてはどれぐらいですか？月に4回毎週、うん、そうですね、5回あれば、あの大会なんかが立て込んでる時は5回あれば5回日曜日にやっております。日曜日に大会が多い時は、大会とかコンクールだとか、それからあの商談試験とかいろんなことがあるんですけれども、そういうのが重なった時は土曜日の日にお稽古をしてます。うーん、なるほど、はい、お稽古中の皆さんの雰囲気っていうのはどういった感じでしょうか？とても和気あいあいとしてて、とってもいいかなというふうに思います。何か大会がある時なんかはもう本当に皆さん一つになってくださいますし、例えば合議しても、誰かが会わなかったらごめんなさい私とかって手を挙げてくれるように、そういうふうに今は和気あいあいと本当にやっておりますね。とても一つにまとまっているかなというふうには思いますね。皆さんお稽古も楽しそうにされていましたけれども、サークルに入ることってやっぱりいいことですかね？とてもいいことだと思います。年取ってからどこも行くとこなかったら、うちにぼーっているだけになってしまうとね、どんどん年取ってしまうかなと思うんですけども、やっぱりあちこちいろんなところに出かけていくと、それだけもういろんなこと情報も得られますし、友達もできますし、若くいられるかなというふうに思いますね。やめなくてよかったというふうに思いますね。やっぱり長い間続けてこられて、やめようかなと思われたこともあるんですか？そうですね、ちょっと大病した時とかどうしようかなと思ったんですけど、ちょっと病気で休んでても、食事行きましょう、出ていらっしゃいとかって言って声をかけてくださって、とても、ね、皆さんに温かくしていただいて長く続きできたかなと思ってますね。だからお仲間っていいなというふうに思ってますね。それでは最後に聞いている方にメッセージをお願いします。私たち詩吟を楽しくやっております。健康にもなりますし、見学にいらしていただいてお仲間になれたら嬉しいなと思っておりますので、皆さんどうぞいらしてくださいませ。はい、ありがとうございました。詩吟サークル一斉会代表の田中玲子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではメンバーの手塚さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。手塚さんはこのサークルに入って何年ぐらいなんでしょうか？ね、約50年になります。50年。でもまだ50年です。このサークルに対してはこう雰囲気だったりメンバーだったりに対してどういう思いがありますか？雰囲気はね、みんな兄弟、みんな兄弟と同じ。やっぱりその普段の生活も含めて気になるものですか、メンバーに対して？もちろん気になりますよ。うちの会はね、用事があっても一時連絡しなくても休んでいいですよっていうのがモットーにしてるんですけども、で1週間はいいんだけど2回しなかったんですけど、あら誰々さんどうしたんでしょう、連絡もないけどねって、それはなんとなくみんな心配してます。なるほど。まあ、サークルというと皆さんなかなかこう参加してみようっていう気持ちはあっても、一歩踏み出せない方もいらっしゃるかなって思うんですけれども、サークルに参加するといいところたくさんありますよね。あります。続けるっていうのが一番大事かなと思う。でそれはね、つまずきもするし平坦道もあるけども、やっぱりその先は楽しみがあると思うのね。小さいかもしれないけどもね、その積み重ねはやっぱりいくんだと思うけどね。手塚さんもそういうメンバーをたくさんご覧になってきた？そうです。世間一般的に65歳以上になるともうね、おじいさんおばあさんになってしまうと思うんですよ。だからたまたまね、私は年寄りだからどうのこうのっていう人いたんですけども、だっておばあさんという名前じゃないでしょとか、おじいさんという名前じゃないでしょ、何々さんでしょっていうわけでもことが一番お互いにおしゃれになってるのかしらね。ありがとうございました。本当におしゃれをこれからも楽しんでいただいてこれから先何十年もサークル活動楽しんでください。ありがとうございました。それではメンバーの横田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。横田さんはこのサークル何年目ですか？28年経ちます。始めたきっかけは何だったんですか？きっかけはですね、詩吟の旅行に田中先生の方からお誘いを受けまして、詩吟のことは全然わからなかったんですけれども、ちょっと覗いてみようかなという気持ちになりまして詩吟を始めました。この詩吟は知らなかったけれどもメンバーの雰囲気が良かったということですかね？それはかなりありました。どういうところが？
そうですね、とても和気あいあいとしていて、皆さんとても優しい方で、まあ、この会の中で新しいことを始めるのであれば、ちょっと楽しくやっていけるかなという感じは受けました。そういった中で詩吟を始められてよかったなと思うところはどこですか？そうですね、自分の中に違う自分を発見できたということですね。というのはどういうことでしょうか？はい、今までは人前でお話をしたりとか、まあ、演技をしたりとかそういうことは全然できるタイプではなかったんですけれども、詩吟を通じて舞台で人の前でマイクの前でこう歌を披露するというそういうことをさせていただいて、まあ、今の自分がこういうことができるんだという、まあ、ちょっと驚いているような自分を発見いたしました。別の自分に出会えたような感覚、はい、そうですね、詩吟に出会えなければ多分こういった人前に出て何かをするってことはないまま人生終わってたと思います。なるほど、ありがとうございました。これからもまたサークル活動楽しんでください。 ありがとうございました。ありがとうございます。それではメンバーの田中さんにお話を伺います。よろしくお願いします。田中さん、始められて何年ぐらいですか？ここのサークルに入ってから、まあ、約1年になります。このサークルに入ったきっかけは何だったんですか？私はね、まあ、以前は横須賀に住んでたんですけど、3年前にこう築地のね、この会館のすぐそばに引っ越ししてきましてね、でまあ、なんかやっぱし横須賀の時には仕事が中心だったんですけど、まあ、第一線退いて、なんかやりたいなと思ってた時、もうこの築地の方の会館でサークルの冊子を見てたんですね、こう紹介の中でね、その中でやっぱり詩吟があって、会長さんの名前が田中玲子で、で私の家内も田中玲子なんでね、同姓同名だったんでそんな偶然あるんですね。そんなようなことがあって、なんかのご縁があったのかなと思って、まあ、入会させてもらったわけです。どうでしょう、入って1年ぐらいということなんですけれども、サークルの雰囲気はどんな感じですか？非常にいいですね。だいたい土曜日と日曜日のどっちかが1日こう朝から晩まで稽古してるわけですけど、ちょうどいい時間の潰し方といいますかね、気持ちよく声を出して健康にもいい、強弱がついた面白い生活ですね。生活の張り合いになってるっていうことですかね。そうですね。そういう中でサークルのメンバーっていうのはどういう存在ですか？いや、今は結構、まあ、家族をね別にすれば一番大きい友達になってくるんじゃないですかね、今の生活の中でですね、自分の生活では大切なコミュニティですね。ここの築地社会教育会館の近くでお住まいということで、この築地での生活っていうのはいかがでしょうか？いや、それはね本当に素晴らしいもんですよ。まあ、横須賀が悪いわけじゃないんですけれどもね、やっぱり築地ってやっぱり日本の中心的なところもありましてね、それこそ銀座までこう歩いて散歩に行けるようなこう距離ですし、美味しい食べ物屋さん、なんかランチなんかはいろいろあって安くて美味しいですし、それから、まあ、昔はこう車での生活が移動が中心だったんですけど、ここは本当車がいらないですね。歩いて全部行ける。それからバスなんかもタクシーもひっきりなしに通ってて、まあ、歩いてるだけでその十分こういろんな変化があるということが素晴らしいと思いますね。やっぱし、東京の中心だなと、まあ、日本の中心なんでしょうけれども、生活自身はすごいバラエティに富んで何でもあるし、ちょっと離れられないぐらいのこう感じになりますね。ぜひこれからもサークル活動をはじめ築地での暮らしを楽しんでください。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に一吟どうぞ。川中島。
皆さん、インタビューにご協力いただきありがとうございました。いかがでしたか？区内ではたくさんのサークルや団体が活動しています。ぜひ皆さんも新しい趣味や気の合う仲間を作りに参加してみてはいかがでしょうか。